鼻先が高くなるように入れるわけであって、必ずしも鼻先に入れてるわけではないんですね。入れ方によって安全に鼻先を高くするっていう施術は可能になります。エルムクリニック京都院院長の内山雄一郎です。友香社長です。よろしくお願いします。内山先生といえばものすごいヘアロスお上手なんですよ。なので今日は鼻のヘアロスについて解説していただこうかなと思います。他にも美容皮膚科に関する情報をアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。鼻のヒアロン酸ってネットとかの情報だと壊死したりとか左右差すごく出たりとか、ちょっと危険な部位っていうイメージあるんですけど、実際のところどうなんでしょう？確かにヒアルロン酸、特に鼻はですね、危険な部位にはなります。必ず壊死だとか血流障害が起こってくるかっていうと、技術的になるべくそのリスクを下げることができるので、工夫がすごく大事な部位かと。なぜ壊死してしまうんですか？ヒアルロン酸っていうのはそもそも体の中にゼリーを入れるような治療になるので、血管の中にゼリーが詰まってしまうと血液で酸素が運べなくなって栄養が運べなくなって皮膚だったりとかが壊死してしまうというような側線っていう状況が起こってきたりするんですね。鼻っていうのは顔の中でもとんがっているところで、左右から血液が来る中央に位置するので血流があまり多くない部位なんですね。その中の血管が1本詰まってしまうと、他の部位であれば血液が届いてくれるところでも鼻だと届きづらいので、より側線とか血流障害のリスクが高くなるっていう風になってます。鼻先のヒアロン酸ってすごいリスクが高いイメージあるんですけど、最近特に鼻先ヒアルロン酸って SNS とかでもよく話題になっているところかと思います。鼻先が一番先に来るのでリスクとしては一番高い部位になります。ただ鼻先ヒアルロン酸といっても鼻先が高くなるように入れるわけであって、必ずしも鼻先に入れてるわけではないんですね。入れ方によって安全に鼻先を高くするっていう施術は可能になります。私も実際やったことがあって、すごい怖いのかなと思ったんですけど、技術してる先生に入れてもらって全然綺麗になったので、やっちゃダメな部位っていうわけじゃないですよね。もちろん僕らもかなり慎重に気をつけながらやる部位にはなりますけども、一度も側線とか起こったことないですし、安全にやればリスクゼロとは言わないけども、かなり低くすることができるかなと思います。鼻先に入れるメリットって何かあるんですかね？鼻先を高くするヒアルロン酸では鼻中隔っていう部分に入れていくんですけども、それだけだとどうしても鼻先の部分もう少しだけツンとした感じが欲しいなっていう時があるので、その場合にごく少量だけ入れることでより鼻がツンとした印象ができるかと思います。ただ何度も言うように量を入れすぎたりするとかなりリスク高い部位になってしまうし、水を吸う性質があるので逆に、ね、入れすぎると太くなってしまうというようなこともあるので、鼻先は特に量の調整とか入れ方に技術がいる部位になるかと思います。製剤とかどんなの使っていくんですかね？当院ではアラガン社のジビダームビスタボラックス XC というのをよく使っています。以前は他のヒアルロン酸も使ってましたけど、最近はやはりボラックスがいいかなと思って使ってます。やっぱり鼻を高くしたいから入れる方が多いんですかね？ヒアルロン酸入れることでシュッとしますので、それを求められる方もいらっしゃいます、そういった方の場合は鼻肺といって鼻筋のところをしっかり入れていきます。中には鼻骨の一部がわし鼻のように段差がついている方もいらっしゃるので、気になる方は鼻根といってくぼんだところに足してあげたり、下の方に向かってカニューレといった針を使って鼻筋を作っていきます、鼻筋だけではなく鼻先を高くするということもできて、当院ではアップノーズヒアルと言っていますけれども、鼻中隔の中でも膜性鼻中隔と言われる部位にヒアルロン酸を入れていくと本当にすごく鼻先が高くなるんですね。患者さん皆さん驚かれます。鼻の穴の形が丸だったのにシュッて伸びるような変化が鼻を高くしたいっていう方もいらっしゃるんですけども、顔全体のバランスの中で他の部分も整ってきて鼻筋がシュッと通るとそれだけでよりスマートなお顔の印象になるので、必ずしも鼻を高くしたいだけではなくてシュッとした印象を作るですとか E ラインを整えるために入れるということもあります。最近は忘れ鼻っていうのもよく耳にしますが、忘れ鼻というのは鼻中が下がった状態なので、そういうお鼻の方がより自然なお鼻というイメージになるね。ヒアルロン酸でも多少ですが鼻中の若干下げるようなテクニックもあります。ヒアルロン酸は変化の量を注入の量で変えることができるので、しっかり変化を出したい方はしっかりもできますし、他人にバレないような変化というのもコントロールができるので悩みに合わせて施術はできるのが特徴です。持続期間ってどのぐらいなんですかね？ボラックスというヒアルロン酸としては2年から2年半ぐらいの持ちと言われています。
います。ご飯の中でも吸収されやすい部位ですとか、人によっても違いますので、あんまり年数にこだわらず、結構減ってきたなと思った時にカウンセリングに来ていただくのがいいかと思います。よくあるのは、入れて数ヶ月で先生亡くなりましたって来られるんですけど、写真で比較するとまだ結構残ってますよ。あったりはする。毎日見て慣れてしまうので、そこら辺はしっかり僕たちも必要ないですよってことをお伝えしますので、気になった時に来ていただくのがいいかと思います。実際の施術どういう風にするのって気になってらっしゃる方もいると思うんですが、YouTube のショート動画や Instagram で施術動画も流していますので、もしよろしければチェックしてみてください。実際、ともこさんも鼻のヒアルロン酸されたということですけど、はい、痛みとか施術の時はどんな感じでしたか？はい、思ったよりも全然痛くなくて、何回か鼻はさせていただいたことがあって、鼻は結構痛くない箇所かなと個人的には思いましたね。人によって硬さだったりとかは違うので、全員ではないですけど、皆さん思ったより痛くないですねっていう感じ、全然大丈夫ですっていう方が多いですね。ヒアルロン酸、少し怖いリスクの話もしましたけれど、技術だったりとか知識を持って丁寧に施術すると、そのリスクもかなり下げることができるので、エリムクリニックではね、安全な施術提供しているので、もしお悩みある方いらっしゃったらぜひご相談ください。エリムの先生たち、海外に解剖学とかもね、しに行かれてますもんね。縁あってグアムの大学に人のお顔の解剖をしに行ったんですけども、はい、そういったようにみんなでね、知識とかスキルを向上するように頑張っていますね。お顔の解剖を知ってる先生に入れてもらうっていうのもすごい重要ですよね。リスクが起こってしまう時って、知識だったり技術だったり、丁寧さがなかったりってことはある場合が多いので、そういったことがないように言ってます。今回の動画を気に入っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、TikTok、X もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。概要欄にホームページのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。無料カウンセリングも行っておりますので、ぜひお気軽にご覧ください。それでは次回の動画もお楽しみに。鼻たっけねー。思わず言ってるでしょ。